こんにちは。アンジェリークエトワール証券実況プレイ続きをやってまいりたいと思います。よろしくお願いします。さて、前回はね、ようやくティムカ様を迎えることができまして、やったぜってとこですけど、あれでしたね、結局星の位置も左から4番目か。やっぱいっぱいあるね。そりゃそうだ、同じだけあるか。あれもね、コメントでもいただきましたけれども、やっぱり手助け、ロザリアから手助けありなしでまたいろいろ変わってくるみたいですね。イベント見られる見られないとか、日数が短くなる長くなるとか、関わる守護聖様の親密度が上がる上がらないとか、あるみたいですね。まあ、どういうのがベストかはちょっとなんともわかんないですけど、いろいろ試してみましょう。さて、今週はね、ちょっといろいろ外出たいところもあるけど、育成頑張ろうかなと思って、溜め込もうかな。で、無限がさ、結局、あ、ちょっと いくらか言ってみるか。宮殿で無限ができなくなっちゃったから、なんかあれだよね、ブリッジから船乗って無限しろって話だけどさ、星獣の星にはさ、無限できなくなっちゃうのっていう話なの。ここ。で、向かってから無限するんだよね。で、今みたいに、星獣の主星、星ではさ、無限ができないんだよね。ロザリアのとこ行ってみる。あ、そういえばさ、いらっしゃい。あなたが頑張ってくれてるおかげで、陛下もリミエール様たちからサクリアもらって、ね、ティムカ様からも水のサクリアもらえるのか。で、今日は何の用なのかな。ね、無限できなくなっちゃったんだね。了解。ということか、星獣の星ではしばらく無限はできないってことなのかな、ここから察するに。で、あ、でもパレットの数が同じだから、あれか、ティムカ様もリミエル様も同じ水の力がもらえるのかな。試してみようか。今日はサクリアもらいに行こう。感じることがね、その他の努力はいずれに報われる。あ、ユゲコか。では私はこれで失礼しよう。悩み相談か。あ、ジュリア様、こんにちは。おや、あなたでしたか。どうしたのですか。ご用があれば伺えますよ。ティムカ様、こんにちは。今日はどんなご用でしょうか。よし、排除してもらおう。さっくりは排除、たくさんもらおうぜ。あれ、あの左下のあれ水だよな。ティムカ様、どうか水のサクリアをたくさんお授けください。わかりました。たくさんの排除ですね。万物に涼やかな癒しを与える、水のサクリアよ。我が身より流れいで、そしてエトワールに力を。あ、やっぱり混じるね。リミエル様の元々あるやつと同じだね。確かに排除しました。ありがとうございました。まだ他にご用はありますか。遠慮なく言ってくださいね。もうこれ以上増やさないよね。満タンになっちゃったから。お帰りになるのですか。それでは私も執務に戻りますね。またいずれ。よし、溜め込もうじゃないか。で、今いるのはリュミエルだから、もうリュミエル様には多分排除お願いできないよね。多分行ってみようか、試しに。行けないよ。最近
あなたのお話をよく耳にします。上がってるね、清水と。とても頑張っているようですね。私も我がことのように嬉しく思いますよ。こんにちは、リメイ様。さあ、私にお手伝いできることはありますか。はい、あ、やっぱね、なるほどね、共通するサクリアは。他にも何かお手伝いできることはありますか。じゃあ他の人にお願いしますよ。もうお帰りになるのですね。少しでもあなたのお役に立ったのなら嬉しいのですが。ではどうぞお気をつけて。ありがとう。じゃあ下のあれか、ルバ様か。じゃあルバ様のサクリアも満タンにしておきましょう。この際満タンに満タンで。おまじないって星2つだっけ。おや、あなたでしたか。わざわざご苦労様です。ルバ様こんにちは。はい、こんにちは。今日は何かご相談でも。排除お願いします。たくさん、どうかさっちの作りをたくさんお授けください。はい、わかりました。たくさんの廃寺をお望みなんですね。いにしえの知恵を秘めたる大地のサクリアよ、我が身よりあふれいでてエトワールのもとへ集いなさい。あれ、あそこ行くの片道2日だっけ。だから往復4日間かかるから、じゃあ来週、流言は来週か。今週はもう目いっぱい溜め込んでいくか。他に何かご用はありますか。そうね、ちょっと土日をまたがせたくないもんね。だから今週はあえて月でしょか。でも水木金土、水曜日に出発すれば往復4日で、水曜日に出発すればいいのか。一応木金土、違うか、水木金土、どうにか入ってくる。いや、来週の月曜日に行こう。やっぱりちょっといっぱい食べとこうぜ、サクリアを。おや、お帰りですか。それではお気をつけて。おまじないって星1個だっけ、2つだっけ。おまじない、おまじないというか、ベルちゃんどこに。あ、まさか、まさかさ、ああ、今にして気づいたけど、メルちゃんとかさ、エルユタさんとかってどこで仕事するとこないじゃんって思ったけどさ、あれか、守護星候補か。そうだよね、守護星全部の新しい星に守護星配置するとしたら、今度は割り当ての人数が少なすぎるなと思ったけど、もしかして守護星候補なの。あり得るね。おまじない2か。じゃあ少し育成だな、あとは。ちょろちょろもらうか。かぶるけどね、闇。クラビス様、ちょっと遊び心設けるか。失礼、ごめんなさい、変な席で言った。ごめんなさい。このロードの長さは。そうなんですか。ああ、ゆげこ、どうぞ入って。僕はもう帰るから。マルセル様、こんにちは。今のもマルセル様の挨拶にカウントされるのかな。おや、今執務中なんだけど、何か用かな。オリビー様、こんにちは。うん、今日も元気そうだね。ところで、私に何のご用かな。新しい星にね、夢のエッセンスを少し入れたいんですよ。オリビー様、どうか夢のサクリアを少しだけお授けください。少しでいいんだね。それじゃ任せといて。人々に愛を与えるもの、それは美しき夢のサクリア。さあ、今きらめいて、そしてエトワールのもとへ。まだ人たらしだから。さてと、
まだ他にご用はあるの？ちょっとずつ食べていこう。ああ、帰るんだ。じゃあね、バイバイ。バイ。あと、機会を見つけてやっぱりデートだな。メールしとこう、メール。結構忙しいね、やることが増えたら。ね、単調な作業だけの序盤だったけれども、そんなことなかったねと。結構、どれからタイミング的にも手をつけていいかとか迷うね。わからないと。ところで、前回のデートの結果どうなったかっていう話なんですけど。あー、100超えましたね。みんな100超えたね。3人衆は。オッケーオッケー。よし。じゃあ次はあれだな。リュミエル様にデート誘ってみようかな。メールでもって。断られちゃったからな、前回。リュミエル様前回は、あー、お外行ったんだ。増物行ったんだ。もう一回誘ってみよう。よく断られるんだよね、リュミエル様。いや、なんかさ、でも100超えたらなんかイベント起きそうだよね。あの、アンジェリーク作品の常として。でもそれがどこで起きるかだよね。あの、イベントといえば、泉とか、ね、以前のシリーズではあったけど、ちょっとデート場所が多すぎてちょっとわかんないよね。まあ、でも部屋でイベントって起きない印象があるんだよな。うん。前回もセレスティアだったけど、今回もセレスティアの別のところをちょっと誘ってみようか。大丈夫ね。じゃあ寝ようか。おやすみなさい。さあ張り切っていこう。星が1個ね、多いと少ないとでは全然できることが変わってくるよね。え？あ、これ初訪問か。ずーっとなかった。あれ、どなたかしら。ちょっと見てみよう。あ、ルバ様。ああ、やっぱり、ちょっとね、アンジェリック・エトロワールには訪問がないのかと、ちょっと疑っちゃうぐらいの音沙汰のなさだったけど、初訪問ルバ様でした。これはいないやはないでしょう。開けてみよう、ガチャリ。うん、ドアを開けてルバ様をお迎えしよう。おはようございます、ゆげ子。今日のご予定は？一緒に過ごせたら嬉しいんですが、どうしよう、外に出るのをやめてご一緒しようかな。よっしゃ、行こう。はい、喜んでご一緒します。はあ、ありがとうございます、ゆげ子。それじゃあこの船のティールームでお話ししましょう。私はご案内します。ティールーム、これもデート場所になるのかな。ちょっと待ってね。ルバ様ティールーム。静かですね。こうしてあなたと二人お話ししていると、ここがどこだか忘れてしまいそうです。そうですね。なんだか不思議な気分。はい。なのにゆげ子、あなたとはずっと以前からこうしているような気もして。あ、すみません。変なことばかり。その、語ってしまって、しまいまして。言えるば様、私も同じ気持ちです。そうなの。確かにずっと前からお世話になってるもんな。あ、注文しなくては。ここにメニューがありますね。さ、どうぞ。何にしようかな。抹茶、メロチュー。お先に選んでください。まあ、お茶で、グリーンティーの要素があるからこれでいくか。お菓子付き抹茶にします。おせんべいも好きだけどね、ルバさん。お菓子付き抹茶にします。ああ、いいですね。抹茶の苦さとお菓子の甘さの調和が素晴らしいんです。あ、それはドキドキインジケーター出てこない。ルバ様は緑茶がお好きですよね。はい、それはもう。抹茶は自分で作るのが難しいですが、煎茶やほうじ茶はそれこそ一日中いただいてますね。カテキン中毒。あなたもいつでも飲みに来てくださいね。はい、ありがとうございます、ルバ様。
すっかり話し込んでしまいました。そろそろおいとましなくてはいけませんね。わあ、本当ですね。ゆげ子、大変楽しい時間でした。ありがとうございます。エヴァ様、私の方こそお礼を言いたいです。ありがとうございました。忙しい毎日でしょうが、またゆっくりお話しできる機会を楽しみにしていますよ。それじゃ失礼しますね。だってさ、今日は楽しかったね。だんだん、あれ、返事がないってことはお休みの時間なのね。そっとブレスレット外そう。ありましたね、一日お休みしちゃったけど。あれ、でも親密度と対して上がってない感が、これ翌日に変わるんだっけ。いや、そんなことない。まあまあまあ、初訪問受けましたというところで。あ、そういえばメールの返事はこの時か。てるてるん、リミエルありがとうございます。こんにちは、ゆえこ。週末の支えありがとうございます。私の予定も空いております。ぜひご一緒させてくださいね。それでは当日を楽しみ。やったりぜ、 OK だって。忘れないようにね。ちょっと早めに OK もらっちゃったから。さあ、7月になりました。さあ、今日はちょっとさっくりや貯めたい。いけるな。水と血は終わったので、いっぱいになったので、まあ、ああ、ジュリア様がいればジュリア様だったんだけど、まあここは闇でいくか。闇を満タンにしてもらおう。あ、満タンにはできないか。お前か。その顔を見ると私に何か願い事があるようだな。クラミ様、こんにちは。ちょっとセリフが変わってきてるね。用があるなら言ってみろ。排除、たくさんね。クラミ様、どうか闇の作りをたくさんお授けください。たくさんか。いいだろう。安らぎの深き淵へ誘う闇の作りやよ。この両腕より満ちてあふれ、そのすべてをエトワールのもとへ。まだ何か用があるのか。ないです。ありがとうございました。用は済んだのか。ではまた来るがいい。また来るがいいってもらいました。じゃあもらいかけているオリビエ様からたくさんいただいちゃおうかな。お、マルシェです。え、そうですか。あー、ユゲ子、どうぞ入って。僕はもう帰るから。二人はよく一緒にいるね。あ、マルシェ様、こんにちは。おや、今執務中なんだけど何か用かな。オリビエ様、こんにちは。うん、今日も元気そうだね。ところで、私に何のご用かな。じゃあ今回たくさん排除してもらおう。たくさんください。たくさんだね。よし、行ってみよう。人々に愛を与えるもの、そう、ね、わ、美しき夢のサクリア。さあ、もっと眩しく、きらめいて。そして、エトワールのもとへ。まあ、今回に限った話じゃないと思うんだけど、守護聖様同士の派閥がさ、本当に二つに分かれてるからさ、三つ四つとかじゃなくてさ、はっきりしてんだよね。さてと、まだ他にご用はあるのかな。オリビエ様もなんと今回はルバ様側なんだよね。いつも仲良くなれないんだけど、この人とは。ああ、帰るんだ。今回はちょっと、ね、バイバイ。陣営に入れたいよ。あと少し誰かからもらいたいよね。
マルセルさん。ティムカ様のとこに何を入れたいかだよね。緑だな、やっぱり。オアシスって印象があるからね。じゃあマルセルちゃんだな。やっぱ緑が欲しいわ、ちょっと。こんにちは。今、執務の途中だから、あんまり時間がないんだけどね。マルセル様、こんにちは。僕がしてあげられることあるかな。さあ、これまでになくね、パレットがカラフルになりつつあるね。うん、わかった。サクリアを少し送るね。生きるものすべてに恵みをもたらす豊かな緑のサクリアよ。僕の心から目覚めて、エトワールのもとへ。はい、確かに排除しましたよ。ありがとうございました。他にも僕がしてあげられることあるかな。まあ、ここまで来たら全部埋めたいけどね。確かに全部埋めたさはあるよね。まあこれも星が溜まったらだよね。行動がもっともっとできるようになってからでいいよね。贅沢言わずにね。そうなんだ。それじゃ焦らず焦らず気をつけてね。でやっぱ星貯めるためには、うん、あまりね、新しいその惑星を開拓していくっていうのもそこまで後回しにしなくてね。まあ急ぎすぎも良くないけど、でも適宜やっといた方がいいだろうなっていう感じでありますよね。で、はーっとじゃないや、星なくなったからこれも私の部屋に帰っていいね。寝るぜ。いやー、ほんと星が1個できた、増えただけでだいぶね、できること増えますぞ。もう1個増えたらさらにすごいんだけどね。寝休み。さ、7月になっちゃったよ。今日もできるならサクリアをもらいに行きたい。いけるね。あー、やっぱルバ様とは運命の糸でつながり続けてるんだろうなーって勝手に喜んでますけど、ルバ様だけだね、今と来てくれてんのとっても嬉しいけど、うん、ではサクリア排除の続きを、ルマ様と、この二人が途中だね。で、この三人か。じゃあ、この三人満タンにするかな。今日は。ああ、いらっしゃい。あなたが頑張っているので、私も嬉しく思っていたんですよ。あ、というか、嘘。ルマ様もう満タンになってんじゃん。はい、こんにちは。今日は何かご相談でも。ごめん、間違えました。おや、もうお帰りですか。そうですか。イメージとしてさ、私でお役に立てることがあったら、うん、また気軽に相談に来てくださいね。黄緑がマルセル様で、より濃い緑がルバ様っていうイメージなんですよ、私の中で。今ね、とっさに下の黄緑がマルセル様だと勝手に思ってしまったけど、違った。こっちでしたね。言いたいことはわかるよ。あ、ユゲコか。マルセルに用があるんだね。じゃあ、俺はこれで。言いたいことはわかる。この二人は仲良しだね。うん。喧嘩じゃないね。内容的に。こんにちは。今、執務の途中だから、あんまり時間がないんだけどね。マルセルさんはこんにちは。僕がしてあげられることあるかな。はい、ちょっとね、たくさんティムカ様の星にね、緑がたくさん欲しいんですよ。せっかく水の力も強いってことだし、いいたくさんだね。生きるものすべてに恵みをもたらす豊かな緑のサクリアよ。僕の心から大きく枝を広げ、エトワールのもとへ急いで。急いで。ありがとうございました。
他にも僕がしてあげられることあるかな。また明日来ます。そうなんだ。明日ちょっともらいに来ます。それじゃ気をつけてね。で、今行けるのがオリビエ様だね。あ、クラビ様いないか。オリビエ様にとどめの少しをもらって、これで満タンだね。おや、今執務中なんだけど何か用かな。こんにちは。うん、今日も元気そうだね。ところで私に何のご用かな。ハイジュ今3だよね、エネルギー的には。少し少しでいいんだね。それじゃ任せといて。人々に愛を与えるもの、そ、れ、は、美しき夢のサクリア。さあ、今きらめいて、そしてエトワールのもとへ。はい、満タン。交際期間だね、ジュリアス様が不在だからお願いできないな。ありがとうございました。はい、3つ輝いたよ。さてと、まだ他にご用はあるのかな。光が欲しいんだけどね、本当。じゃああと2個はまた新しいサクリアもらおうか。あ、そうだ、私のメールアドレス教えておこうか。何かあったらすぐにメール送るんだろ。よっしゃ、やっぱ相性とかの差からちょっと遅かったね。オリビエ様からメールアドレスいただきました。そうだ、これも忘れないようにね。夢かどうか試しにメール送ってごらん。じゃあまたね。よし、あと星2つ分は2人がいないから、ルバ様も満タンだと。するとゼフェル君だな。ゼフェル君かランディ様か。じゃあ今回そうだな、マルセルちゃんにお願いしてるからランディ様を合わせていくか。風のサクリアも風も吹かせていこう。やあ、エトワール。エトワール、使命はうまくいってるかい。こんにちは。爽やかさんて、今日はどんな用で来てくれたんだい。たくさん ください。たくさん必要なんだね。なんだかんだ初だね。よし、任せてくれよ。ランディ様にお願いするの初だよね、これ。人々に勇気を運ぶ汚れなき風のサクリアよ、俺の中から吹き出てエトワールの元へ届け。おい、真ん中だった。ランディ様が真ん中か。確かに排除しました。ありがとうございました。他にも何か俺にできることはあるかい。大丈夫、これで用事は終わったんだね。それじゃあまたいつでも来てくれよ。よし、結構溜まったね。明日ね、訪問がなければもう一回排除して、結構そしたらなかなかの量になるんじゃないかな。おっと、時間か。よし、じゃあ今回はこのぐらいにしておきましょう。週末はね、デートの約束も待ってるし、で、新しい冒険としては、まあ次の週明けになりますけれども、新しい星のルゲンをね、試してみたいと思いますが、どんな感じでやればいいんでしょうか。まあこれも見ていきましょう。で、その後はまたね、闇のエネルギーがめちゃくちゃあるところの、あそこをね、ちょっと討伐しなきゃいけないから、まあそういったことも次はやるかなって感じです。ここまでご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いいたします。それでは失礼します。